ジョージ・ムラーツは、チェコ人、ジャズ・ベーシスト。現在活躍する、ジャズ・ベーシストの中でも優れた技巧を誇り、特に、クラシック音楽を学んだ音感の良さと、アルコ引きの技術は、非常に高く評価されている。現チェコ共和国、ボヘミア地方南部のピーセクに生まれる。一時期サクソフォーンも学んだが、プラハ音楽院にてクラシックとベースを学ぶ。在学中より、 チェコの一流ジャズグループである、チェコスロバキアオールスターバンドで活躍。卒業後の1966年にシドイツミュンヘニエ移住し、ジャズミュージシャンとして活躍。その時期に、アメリカのミュージシャンと共演し、若きジャズベーシストの名は、アメリカのミュージシャンの間で話題になる。1968年、バークレー音楽院特待生として渡米へ。その後、ニューヨークで活躍し、 25歳の若さにして、才能を見込まれ、オスカー・ピーターソントリオのレギュラーメンバーとなる。その後も、エラ・フィッツ・ジェラルド等と共演。当時、あまりにも忙しくなくなくビル・エヴァンストリオへの誘いを断ったというエピソードがある。その後も数々のミュージシャンと共演し、1978年からは、トミー・フラナガンのレギュラーベーシストとして活躍。フラナガンとは、 エクリプソ、ザラニカ、バラーズブルーなどの作品を残している。1992年、フラナガンの元を離れてからもフリーのベーシストとして活動。新日化で1970年代より頻繁に来日し、来日回数は50回を超える。母国では英雄的存在とされ、2004年の60歳の誕生日はバーツラフ・クラウス大統領主催で、 プラハ城にて記念コンサートが開催され、その模様を収めた CD が発売。また、2009年の65歳の誕生日には、共和国大統領栄誉賞として、勲章を授与されている。2021年9月16日、チェコプラハにて死去。ニューヨークジャズカルテッドゲストミュージシャンとして、極めて多忙なベーシストであり、無数のレコーディングに参加しているため、下記には、 代表的なもののごく一部を示す。トミー・フラナガン・オスカー・ピーター・ソン・ローランド・ハナ・リッチー、バイラーク・マッコイ・タイナ・アドン・フリード・マンス・スタン・ゲッツ。ありがとうございます。